草が大きくなってて、単管パイプ隠れてて足ぶつけたら長靴がごっそり持ってかれた。長靴買ってこねえとな。草も刈んないといけねえし大変だ。野池の膨大な数の稚魚の選別もまだまだ終わってねえって考えるとね、あっちのもうねり立ってますけど、膨大な稚魚の数、もう仕事が山積みでね、逃げ出したいくらいですね。はい、先日選別をしようと思ってね、藻が大量に発生していた池なんですけども、先日除藻剤を振りましてね、藻が消えてるといいんですけども、また網をね、また網を引いて選別をね開始してみたいと思います。こっちはねこの間終わったんで、サイズは大きくなってますね。こっちはねかなり数が今入ってるので、なかなか大きくならないのとね、ちょっと痩せてきて餓死がね始まっているやつもいますんで、間引いて餌を食わせないと、良くなっていかないですね。こういうの方がね、こうフラフラっていうやつもねだいぶ出てきましたね。でも模様のいいやつがね何本かいますんで、そういうのをね選別していきたいと思います。数は多いね、結構いますね、餌場に集まってる。はい、じゃあ網を入れて、今日はどうかな、また網、藻がないといいですけど、うわ来る、はい、寄ってくるんだ。ちょっこの間はね1メートル引っ張るのにもねもう全然上がってこないって感じでね、網の目に全部藻が引っか絡まってね、水の抵抗がすごくてね全然上がってこなかったんですけど、今回はねすんなり上がってこれるんで、まあ良かったですね。稚魚たちが寄ってくる、大量の稚魚たちが近くにね寄ってくるんでね、まあ寄ってくるのはね可愛いんですけど、寄ってこられるとね潰しちゃったりとかねするんで、できるだけ逃げてもらいたいんですけども、こっちの人間の方にね全部寄ってきますね。あとね数が多いんで痩せてますね、稚魚どんどん選別してね、間引いてやんないとね太らないですね。これはいっぱいいる、みんな寄ってくる、大変だこれは。ほらボエボエ、はい、ほら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 、行け行け、あっちに行け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 、全然逃げてかない。はいはい、草がいっぱいだな、草刈りしたから。
ぱいいる。うわ、でかっ。うわ、でかっ。まあいっぱいだな。これは時間かかりそう。よし、もう一回引いて終わりかな。うら、どうでかい。かば焼きサイズのドジョウがいる。はい、大量の紅白の稚魚がいっぱいいますね。うじゃ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 。はい、うじゃうじゃっとしてますね。まあ約5万匹、5万匹以上いるかな。オタマジャクシがね、そこの方にいっぱいいるのでね、それを選別してますね。いろんなね、ゴミとかが汚いのでね、先にこれを終わらせちゃいましょう。これはオタマジャクシ。よいしょ。ここにはいいのはいないですね。うん、いましたね。それなりのが、まだそんなとびっきりは良くないか。このくちばし白くてね、一本火ですけど、取っときましょう。これも模様ついてるんで。
あ、ゴミだ。お、なんかいいのがいたな。うわ、でっかいドジョウがいっぱいいます。食べる人いますか？蒲焼きできるサイズ、でっかいドジョウ。蒲焼き、骨が硬いですよね、ここまで大きくなると。はい、終わりかな。ゴミかな。あとはいいのはいないな。おい、よいしょ。お、放流したのが近くにいっぱいいる。おーい、これが私が選別したやつですね。親父が選別したのはね、放流しちゃいましたけど、結構いい模様がね。はい、模様がねついてるいいやつがねいっぱいいますね。しっかり模様が出てきてね、良くなってもらいたいですね。まだこの状態ではね、はっきりとねどんなになるかっていうのはね分かんないんですけど、まあこれからまた大きくしてみてね、二次選別とか三次選別を経ていいのだけをねまた残していきますね。まだまだね、選別のね初日の鯉たちなんでいっぱいいますね。2日で終わんないかもしれないですね。3日ぐらいかかっちゃうのかな。ほら、どうですか、模様のいいのもいます。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、じゃあ終わりますかね。ああ、ダメだ。もったいない、もったいない。こう、もる。どれ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 。もっともる。放流する、放流。はい、はい。もう帰る。